皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回はですね、まあ見てもわかる通りなんですけど、私斉藤マクセル、なんと、ディロホサウルスになってしまいました。ということで、一体これどういうことかっていうと、このアークのコマンドに自分の姿を別の生き物に変えることができるっていうやつがあって、それでね、ちょっと今回ディロホサウルスになってみました。どうです？なかなか可愛いでしょ。まあせっかくこのディロホサウルスになれたので、今回は実際にこのディロホサウルス一体どんな世界を見てるのかっていうのをちょっとね、追体験していければなと思っております。ということで早速始めていきたいんですけど、このコマンドね、参考にさせてもらった動画があって、で、その URL を概要欄に貼っておくので、またね、このコマンドを使ってみたいなと思った方はぜひね、そちらを見ていただければなと思います。特にその動画中では、あのキングタイタンになって、他の3種のタイタンと戦うっていう、なかなか面白いことやってたから、おすすめです。ということで、まあ、やっていきたいんですけど、これちょっと問題があって、この生き物状態になっちゃうと、これステータス見れないんですよね。だからね、まあ、参考までに、ここの後ろに同じレベルのディロホサウルスいるんですけど、そいつのステータスちょっと貼っておくので、まあ、これぐらいのステータスしてんじゃないかなっていうのをちょっとね、見ていただければなと思います。あ、待って、ちょっと待って、こいつらついてこうへんのか。やべ、追従効いてないのか、ちょっと待ってくれよ。ほんじゃ、ちょっと一回、ちょっとこの皮を脱ぎ捨てるしかないな。人間に戻りました。で、追従を押して、お、これでいけたかな？どうやろ？あ！あ、ダメなんや。あ、ついてこれへんねや。あ、ざ、おい、じゃあこんだけ用意したけど全然意味ないやんけ。前は、じゃあしゃあないわ。一人で行くわ、じゃあもう。群れでお前引きたかったのによ。これあれかな？酸素ゲージとかあんのかな？あー、あるのか。よっしゃ、楽しい楽しいティロホサウルスの生活の始まりや。まずはちょっと狩りを行っていこうか。ちょっとかわいそうやけど、リストロを狩るか。サイズ感はこんな感じか。あ、結構一緒ぐらいねんな、サイズ。ほら！まずは毒かけて、で、攻撃。で、ダメージがね、出ないんすよね、これ。だから、どれぐらいダメージを与えれてんのかはよくわからんねんけど。とりあえず、あんまり強くない。あんまり強くないな、ディロホサウルス。あ、いけた。よし。なかなかこうしてみると、結構ディロホサウルスって、大変やねんな。割と。こいつら生活していくのも。まあまあ戦闘力低いな。これレベル225やから結構強いんやけどな。これはなかなか大変な生活になりそうやぞ。ほら、見てくれ。でもなんか新鮮やんな。こういう生き物になれるっていう、実際に自分が。このディロホサウルスとか特にさ、騎乗できるわけじゃなかったから、自分で操作できんかったけど、こんな感じよ。結構使用感悪くないわ。ほいで、なんかジャンプもできたんやな、お前。いやー、しかしあれやな。このディロホサウルス視点で見るとさ、やっぱ世界がものすごく広がるな。うん。なんか人間の状態でもさ、まあ言うたら恐竜よりも大体ちっちゃいから、まあ恐竜乗った時点で結構世界、なんか狭くなるなというか、なんかそんな感じがするけどさ。ディロホサウルスはね、ちっちゃいから、いや、この視点よ。ほら。なんか木の一本一本がすごくでかく見えるな。これちなみに一人称視点とかできるんですか？あ、できるやん。あ、いいね。一人称できるわ。なんか、一人称乗ってる視点やけどな。なんか人が乗ってる視点やけど。こいつの視点ではないけど。まあ、もしかしたら見えない何かがこいつの上に乗ってるのかもしれない。あ、でもいいな、これ。一人称視点。なかなか面白いぞ。この一人称視点。ちょっと森の中まで迷い込んできてしまったけど、大丈夫かな？このティロホサウルスで。今のところ、なんか、運よく接敵してないけど。お！なんかええ感じのとこあるやん。ここ。
これ。ちょっと隅か見つけたぞ、おい。みんな隅か見つけた。うわ、楽しい。おお、ここ通れるのなんか、ディロサウルスならではの視点やな。うわ、すげえ。あ、めっちゃ楽しい。なにこれ。この木のうろの中をこの通っていく感じ。これええな。これなんかもうほんま実際にこのディロサウルスになったっていう気分がして、めちゃくちゃいい。おお、こんなとこもあったんか。なんかあれやな、やっぱ体がちっちゃくなったらその分だけなんか気づける部分も増えるな。え、こんなんあんねや。うわ、すげえ。こんなとこあったんや。これは気づかんかったな。こうやって登っていけんねや。あー、こうなってんねや。え、めちゃくちゃ楽しいやん、これ。ちょっと待って。おっと、落下ダメージは？あ、ないんや。なんかね、これやってて気づいたのが、なんかこのコマンド打ち込むときに、周りにいる生き物は表示されんねんけど、これ鳴ったときに、周りにいいひん生き物は表示されないんすよね。だからなんかあの、周りに生き物いいひんとはちょっと面白くないなと思って、ちょっと体をまた入れ替えてみました。ディロサウルスの気分を味わうなら他の生き物もいてくれへんと。ということで、レッドウッドを抜けて、たんすけど。あれは、あれはティラノサウルスじゃないのか。いやー、これティラノサウルス、ちょっと近づいてみたいけど、襲われるよな。ワンチャン襲われへんってことないかな。一応、肉食やし。え、でもなんかティラノってティルフを襲ってきたっけ？ちょっとだけ近づこう。ちょっとだけ。もうちょっと近くで見よう。でかさも比べたいしな。うわ。でかっ。あ、ちょっと待って。あ、なんか明らかに来てるな。ちょっと待って。逃げよう。逃げろ。あー、追いかけてきてる。あー、待って。逃げろ。やばい。ぐんぐん詰めてきてる。怖っ。ディロホ指定やとこんな怖いんか。ディラノ。やばい。あー、ちょっと、あ、プテラ。あ、逃げろ。プテラに行ってる間に、逃げろ。うわ、怖い、あいつ。危な。危なかったな。ちょっと待って、こっち来てない。やばい。やばい、近づきすぎた。近づきすぎた、やばい、怖い。うわ、また来た。やばい、やばい、やばい。死ぬ、やばい。わか、ああ、痛い。ああ、逃げて、ああ、ちょっと待って、ああ、ちょ、お前、いや、もう、やられるぐらいなら対抗する。対抗、ほら、ほら、いけ。あかん、いや、無理。いや、強すぎ。これがディローサルスの気分か。もう頭きた。もうあのレックス許さへん。俺はディロサウルス以外の姿にもなれるんやぞ、お前。見したるわ。お前より格上の存在を。さあ、ギガノドサウルスや。これでお前あいつを滅ぼしたるわ、ほんま。ほんまよくも舐めてくれたな、お前な。おい、こら。おい、戦おうぜ。おら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 、もうみるみる体力。これよ。これがギガノトよ。ほんま、さっきはよくもやってくれたな、ほんまに。いや、ほんでこれ何気にさ、ダッシュにさ、スタミナ使わんのよな。ギガノト走り放題やねんけど。すげえ。何気にいいんやけど。ほら。こんだけ走っても全くスタミナが減ってないっていう。いや、これ面白いな。他の生き物になれるっていうやつ。ということで、いかがだったでしょうか。今回はね、こちらのディロホサウルスになってみて、実際にね、ディロホサウルスどんな世界見てるんやっていうのをちょっと追体験しながら、まあ、最後にはね、舐めかかってきたあの、ティラノサウルスをギガノトになって粉砕するっていう形で終わったんですけど。いやー、これ面白いな。うん。やっぱ普段乗れへんさ、このディロホサウルス、
の視点が楽しめるっていうのはすごい楽しい。まあ、ほんで他にもね、なんかいろんな生き物、それこそ騎乗的品イクチオルニスとか、最初の方に襲いかかったリストロサウルスとかで、まあ参考にさせてもらった動画で見たやつで言うたらキングタイタンとか、なんかいろんな生き物になれるからなかなか面白いね。いや、特に最後のさ、あのディロホサウルスの視点でさ、ティラノサウルスに追いかけられるっていうのがすごいおもろかった。ディロホサウルスってやっぱこれぐらいの恐怖を味わってたんやなっていう、まあ、人間の状態でもやっぱティラノサウルスに襲われるってまあ恐怖やけど、これぐらいちっちゃい体になるとより迫力があったよな。いや、なんかこれそれが楽しめただけでも今回は良かったわ。楽しかった。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。